んにちは、三年食太郎です。今日はですね、名古屋に来てるんですけど、ちょっと三宅さんと一緒に名古屋に来てまして、で平針駅から歩いて3分ぐらいのところにあるあいうえおさんというお店に来たんですけど、こちらデカ盛りがね、すごい有名なお店で、いろんなデカ盛りのメニューがある洋食屋さんなんですけど、今回三宅さんとは別のメニューを多分いただいていこうと思います。三宅さんの方のチャンネルもぜひ見てください。はい、こちらのお店なんですけど、デカ盛りがね、こういろいろありまして、なんかこう全部ノーマルで 1.3 キロから4キロぐらいまであるんですけど、それ以上も10キロぐらいまでなら増やせるっていうね、ちょっとカオスなお店なんですけど、私はトルコライスを 2.5 キロのやつをちょっと倍に増やして4キロのやつを今日いただいていこうと思います。あ、はい、ありがとうございます。おー、すごいやば、うわ、ありがとうございます。はい、めっちゃすごい迫力。はい、ってことでやってきました。こちらが今回食べるトルコライス4キロ分のやつです。思ったよりもすごい見た目の、なんていうの、重量感でちょっとびっくりするんですけど、早速いただいていこうと思います。ではいただきます。一応タイムを測らせていただきます。よーい、スタート。まずパスタから。あ、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。ザ洋食屋のパスタって感じです。サタデーナイト。三宅さん飲み物入れますよ。あ、後でね。後でね。あ、じゃあさっき頼んじゃいます。食べ応えですね。どれくらい入ってんだろうってぐらい、めっちゃ多い。ちょっと違うのかな、ちょっと。いや、私なんかミートソース。あ、ミートソースね。そう、違うんだ。ナポリタン。すいません、熱い、やばい。暑いね。めっちゃ暑い。私パスタ食べたら急にすごい燃えてきた。私も扇風機持ってきたんですよ。電車とか新幹線ずっとつけてた。うん、新幹線暑かった。人が多いからかな。新幹線暑かった。確かに。でもなんか結局ずっといたら冷えたのか、出た時にはすごい多分冷えてて、外出た瞬間にちょうどいいって感じだった。あ、本当に。私もずっと暑かったです名古屋は びっくりしました、暑くて。はい、サタデーナイト。あ、はい、かわいい。これ何？すごい紫、ね、紫めっちゃかわいい。何味なのか想像つかない。サタデーナイトってやつで紫で、ね、かわいい。いただきます。味の想像がつかない。あ、でも美味しい。なんかレモン、レモン系。何が入ってるんだったっけ。確かに、なんだろう。これだ。あ、本当だ。そんなところにいいんですか。こっちにコンセントあった。あ、ここにあった。あ、ほんとだ。さっきから後ろになんか黒いのがあるなと思った。一体化してて。
髪の毛広がってんのかなと思って違うなと思ったうん、今のところ1個も減ってないです1つも減らせてないこれ切れる感じって心配ないカレーだから飲み込めると思ったら米の割合が多くて全然でもあの韓国の YouTuber 大食いの見たことあるんですよなんか前に見てるって言ってちゃんあ、そう、ちゃんちゃん最近ハマっててなんか炭水化物だからさ、うん、全部お腹で作れるもん、うん、めっちゃ作れてきて4キロでもさ、結構なね、ラーメンの4キロと全然違うすごい、本当にすごい。約2キロ、2.5キロ、これの。うん、おかわり、おいしい。絶妙な感じでした。ハンバーグ。うん、おいしい。手作り感がある。シヤシヤとさ、もう2は必要だよ。うん、めちゃめちゃ10人でもいいぐらい結構400g持ってあるね、10人確かに、それでも結構ありますもんね一個一個本当にでも味がすごい美味しいうん、ね、美味しいですね美味しいから食べれるうんやばいあ、すいません、はい、青いミルク一つと青いミルク一つチョコレートオーレのアイス一つください、はい、チョコレートオーレのアイスを一つ、はい、はい、頑張りましょう頑張ろう、うん、しかし、無理は禁物うんピッタもお酢はいないんだけどおふお酢お酢ねうん私はこうなんか最近強くなってたりとかお酢のことを考えるえ誰結構意外すぎる誰が好きなんですかいや、私はもう韓国の俳優さんとストレイキッズやってるって、うん、へぇーなるほど、推しを考えればいける推しに会うために頑張ろうみたいな確かにチョコレート分かんないっすんのチョコレートは自分で買えるっていいじゃんって感じなんだけど青いミルクとチョコレートにすごい青いこれそう、かき氷のシロップみたいな、うん、あ、そうブルーハワイ入ってる甘くて美味しい。そうです。いや、甘かったね。ちょっと好き。うん。確かにラーメンとかやったら食べてる。まるまるかけだよってあんまりやってないかもしれない。うん。私も全然久々かもしれない。あんまり避けてきたから4キロは。終わりました。はい。はい。お疲れ様でした。
はい、ごちそうさまでした。4キロだったんですけど、思った以上にボリュームがすごくて、食べきるのもね、多分1時間半ぐらいかかったと思います。でも味がすごい美味しくて、全体的にね、なんか洋食屋さんの王道な感じの味で、すごい美味しかったです。カレーバーなんかどっちかというと甘めな感じで、すごい食べやすいって美味しかったです。ぜひ皆さんもね、デカ盛り以外も通常のサイズの洋食メニューもいっぱいあるので、気になった方は行ってみてください。ありがとうございました。バイバイ。